6番のピッチャー上原から始まります。従いまして足もある肩も強いということで1番センターを投げないときには守っておりましたバッターボックスの上原です。三振です。半眼ピーカー知る。昨日2本のツーベースの西と現在10試合連続ヒット中。スライダーを打った。まずランナー足が速い。一塁送球。ってきますよ。本当ですね。今度はスライダー。矢野君途中で彼君ということで楽に投げられたんですよね。あ、なるほど。それで一つタイミングを覚えましたよね。なるほど、はい、やっぱり離すタイミングで上原君に対してのストレートってすごく楽に放ってますよね。お、はい、3割1分4厘清水隆之に、ああ、いいスライダーだ。外角球、ああ、やってますね。あんまりいいことじゃないんですよね。安定性が増しますから、届きますから。なるほど、強いファーストゴロ。駒田が掴んでは若干困ったね。真剣な表情だったらしいんですよ。で次の、ね、質問ができないぐらいで、まだもう1本か2本打つぞというようなね、そんな自信にも感じられたと。なるほど、こういう、まだマルチネスは1回戦この横浜スタジアムでジャイアンツが8対0から大逆転されたという時には、サリモスさん、ジャイアンツは5対0からひっくり返されたこともありますね。ありますね、この横浜では春に2本も満塁。見た目がね、ベースより離れてるから近めを投げるのは怖いんですよね。近めのがもう打ちにくいんですよ。今は近めですね。あれからね、離れるとね、日本のピッチャー賢いしね、コントロールがいいから、そこばっかり攻めてきますよ。川口さん、はい、2回戦がありましたけども、本当ですね。そうですね、本当に見た目力が全然入ってないような気がするんですけど、球速はやっぱり148とか150キロ近く出てますからね。これは高橋上手かった。これはツーベースになるんでしょう。滑り込まずに二塁へ。来てますね。足上げてね、着地が非常に速かったんですよ。セカンドの右、ランナー三塁を回ったところでストップがかかった。急ブレーキ、いいボール返ってきました。ライトの佐伯、前には考えられないことだったと。ただこういうケース、チャンスで打つことをこれからは積極的に狙っていくと。10本打ったことはもう忘れますというような談話ですね。はい、上原登板日に5本目のホームランを打ちました。5本目なんですよ。お中元が必要ですね。張本さんはやっぱりあれですか、さ、月曜コース、いや失礼、ツーアウト。矢野が村田新一を迎えて1球目、小さなスライダー、139キロ。今のスライダーはよく、直球ほとんど真ん中。これまた直球、ほぞ駒田へ。145キロ以上の球を投げるということはやっぱりバッタータイミングが合いませんよ ね。 なるほどね。でもそういう指示をしているそうですよ。なるほど。したがってね、横浜の鈴木が崩れたという話はそこですか。はい、それはね、それを責められたんですよ。あ、大きな当たりになりそうです。西11試合連続ヒット、
6対1に変わりましてバッター清水。スライダー追加点ね、これ大きいでしょう、ねえ、はい、それもね、矢野が立ち直ったか。ホームランを打った2人、またあの三振、懸命のリードをする谷繁です。2&2から6球目を投げ